こんにちは、ギタリストのひろしでーす。今日はピック弾きから指弾きに瞬時に切り替える方法を話していこうと思います。よろしくお願いします。ギターはピックで弾いたり指で弾いたりする楽器ですので、ピック弾きから指弾きに瞬時に切り替える方法を知っているととても便利ですので、今日は話していこうと思います。よろしくお願いします。ピック弾きから指弾きに切り替える方法、4つあると思います。簡単な方法から話していこうと思います。1つ目、口に加える。口にピックを加える方法ですね。こちらは誰でも簡単にできて、両手が使えるようになりますし、指も全部使えますので、非常に便利ですね。一番簡単で誰でもできる方法ですね。こちらデメリットとしましては、ギターボーカルの方だったり、自分もそうなんですが、ギターボーカルの方だったり、ギタリストでコーラスをする方はちょっと口が開かなくなってしまうので、ギターだけに専念している方だったらとても簡単な方法でいいと思います。ピック弾きでコードだったり単音弾きをして指弾きにしたいときに、パッと口に加えて、口に加えるといっても唇に加える、ね、歯で加えるのではなくて唇で加える、とても簡単な方法です。はい、二つ目、服を投げる、もしくは捨てる。こちらも非常に簡単で誰でもできるんですが、ステージだったりこういった動画撮影の時も一回しか使えませんし、こういったピックホルダーとかが必要になってきちゃうので、ピックホルダー、こうやってピックを並べてマイクスタンドにつけたりするものなんですが、こういうものが必要になってしまうので注意が必要です。3番目、ピックを膝に置く。こちら座ってるときは非常に便利ですね。自分の座っている右足にポンとピックを置いて手が空いている状態ですね。これは、座ってる時にしかできないっていうデメリットがありますね。4番目、手の中に隠す。手の中にピックを隠して指弾きします。今、僕はこの薬指でピックを挟んでいますね。こう持っているピックを瞬時にこう薬指に巻き込むというか、握り込む。これは3フィンガー、指が親指、人差し指、中指は使えます。こういう、みたいな、こういうフレーズにはいいですね。しかしこちらは、薬指、僕の場合は薬指で持っちゃうので、指が3本しか使えないっていうデメリットがあります。小指で、もしも持てるならば、小指でピックをこうやって隠せるなら4本使えると思います。指を4本使えるかもしれませんけど、ちょっと練習が必要だと思います。いつも持っている持ち方からこの持ち方に持ち替えるのにちょっとコツがいるので練習が必要だと思います。はい、今日4つ話してきた、ピック弾きから指弾きに切り替える方法、1つ目は口に加える、2つ目は投げる、3番目は膝に置く、4番目は手の中に隠すですね。全部試してみて自分に合う方法を見つけてみてください。はい、今日も見ていただきありがとうございます。これからもギターに関する動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ひろしでした。